ってますからね。そうですね、やはり2エンド2からあの胸元のシュートがボールになって2フリーになりますと、やっぱピッチャー苦しくなりますね。外角球を、まあ、打たせようとしたんですが、しかしそのボールが外れました。岡田2フリーから粘ってフォアボール2アウトランナー1塁、まあ、よくタイガースの打線は、打線になっていない、つながりがない、そういうこと言われるんですが、こういう2アウトからのチャンスを大いに生かしてもらいたいですね。そうですね、打席の佐野、勝負強い人では定評があります。今は外角寄りですが、この人はあのインサイドを打つのも大変上手くなったんじゃないですか。まあ、上手いというよりも、ね、この人の場合は特にあの読みがいいですからね、球を読んでおくときは非常に調子がいいんでしょうね。そうですね、佐野、この試合の第2打席に入っています。1回目はピッチャーゴロ、これが2回目です。これは詰まりました。ショート河野が回り込んでいます。手を広げてますね。この後ボールが落下、歓声がわーっと上がるまでのシーン、おーっとグラブに、完全な落球ですね。やはりあの、セクリバルもね、ヒルヒル試合してですね、